ライン S、 なぜ A2 の情報をパスカルに聞いたの？司令部に許可なく機械生命体にアクセスするのは推奨されない。うん、ごめんなさい。でもそういう好奇心旺盛なところは嫌いじゃないよ。おお、ありがとう、トゥビー。私たちの敵は機械生命体だから、それを忘れないで。オペレーター210より 9S、定期連絡を行います。はいはい、こちら異常はないですよ。了解しました。それと最近のヨルハキ対 9S の活躍に対し、司令官から直々の称賛があったことを伝えます。それに伴い9号モデルの増産の検討をするとのこと。へえ、そうなんですね。嬉しいな。この結果もオペレーターさんのサポートがあればこそですね。オペレーターさんは冷静だし美人だし。お世辞は不要です。以上。お世辞じゃないんだけどな。受信の連絡。オペレーター210より 9S、 聞こえますか？はい、聞こえますよ。新たな情報収集の依頼をメールしましたので確認してください。以上。あ、ちょ、断る間もなかったな。Thank you.
トゥビー、ちょっと待ってください。この機械生命体まだ生きてますね。じゃあ破壊を。いえ、その必要はないと思います。駆動部分が破壊されているので攻撃してくる心配はありません。調べてみると何か面白いものが出てくるかもしれません。目標地点の情報を入手。マップにマーク。でも倒すべき機械生命体。情報はあればあるに越したことはないですよ、トゥビ。このネジがあればあの大きな機械生命体を修理できますね。目標地点の情報を入手。マップにマーク。工場の情報から何か分かったことはある？いえ、奴らの製造過程が分かっただけで。機械生命体についてはまだ分かってないことが多い。どんな情報でもいいから集めておかないと。
これであの大型兵器を修理するための部品が全部揃いましたね。変わったロボットでしたね。よし、これくらいでいいか。壊れたおもちゃ、汚れた家計簿、小さな靴。ボット、これらの写真を撮影してオペレーターさんに送信して。了解。こちらオペレーター 210-9S、 聞こえますか？もしもし、オペレーターさん、聞こえます。送信されたデータのダウンロードを完了しました。それは良かった。役に立ちそうですか？
情報が役立つかどうかは扱う側次第です。そうですか。しかしこれは興味深いですね。大昔人類が集団生活を送っていたことは知っていましたが、これほど多様性のある暮らし方をしているとは思いませんでした。記録からは家族単位での生活様式が成立していることが分かりますね。家族？様々な制度で結ばれた一定人数のグループです。もし私たちアンドロイドが家族制度のようなシステムを。オペレーターさん？何でもありません。話しすぎました。仕事に戻ります。切れた。先ほどの補足があります。特別報酬をメールしましたので確認してください。一連の情報収集に感謝します。また切れた。でもまあ感謝してくれてるってことは良かったってことかな。質問の意図が不明。
自分から死を選ぶなんて。私たちも同じ。え？同じように大量の機械生命体を破壊してきた。もしそれが罪だと問われたら。トゥービー。
Thank you.